ワールドキノコの3。うわー、なんかすごい毒々しい。真夜中ジャングルツアー。真夜中にそんなとこ行くなよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで、ワールドキノコの2。上上やね。トゲトゲのっぽ山。トゲトゲ、こういう感じね。あ、見て、めっちゃ近くにあった。あ、てかこれなんやねここなんやね。この辺の上とかにもなんかありそうじゃない。一番上にスターで、鍵あと4つよね。1、2、え、あとが見つからないあ、そこにもある。3、え、あと1個はどこ。こっち側は、こっちにもいた同じよね。なんかめっちゃ高いところまで木あるけんさ、あのめっちゃ高い木のとこまであったりするかな。ほらほら、この裏にね、ひっそりとめっちゃひっそりと。お、ね、見た、今のあれ、鈴やったよ、鈴。鈴っていうか、鈴私が何言っていいか、なんかいつもさ、あれやん、ベルじゃなかった猫の時。ねえ、なんか違うんやけど。なんせ、お、こんなところに、ね、こういう感じであるかもしれんってことやんね、きっとあの、鍵が。キャー、上から。え、見た、今のこれ、招き猫になったよっおっと、そこの違いなんかな。ベルと、ベルと、なんか今回のちゃんと鈴、招き猫だっていつもあんなんじゃない。え、あんなんやっけっていうのからあんなんやっけ。猫でああいうのやったこともしかしてないかもしれない。やったー、よし、これで2個目のスター。鍵もまだ2個ないよね。さあ、どこにあるでしょうか。どこから買ってきてた。こういうとこ本当に何もないね。こういうところに何かがあったりとか しないか。あ、待って、そんなとこなんけど、そう、すげえ邪魔なんだけどすんごい邪魔なんだけど、やめてよ。え、何、今さっきから登ろうとするところ、登ろうとするところ、最後から君も最後から、え、あ、伸びた伸びたよ。待って、ここもどういうことやねんどういうことやねん。ここも伸びるな。なんかいろんな方向に伸びてくんやけど、おーっと伸びたこれで、あと、なんてそんなところまで届かないんですが、いいよあ、そっか、この辺から飛び移ってっていうことかな。うわー、どこまでも落ちていく。ちょっと待って、違う違う、写真じゃない、写真じゃなくて、とりあえずこれで、そこに寄ったのはおらんくなってやろう。こっち側は、こっち
の方が高いぞ。じゃあここから、あれ違うな、こっちからか。何この積み木みたいな。お、鍵あったじゃん。で、ここから、えい、待って、取れない取れない。ちょっと待って、もう一回絶対いけるはず。え、待って、ちょっと時間。ちょ、もうあの先、あの鍵の先はあれか、ゴールだけか。降りまーす。大丈夫この辺なんか大丈夫この辺なんか落ちるとこない。怖いけん、ちょっとゆっくりはちょっとあれやな。もうほら、ゴールするぐらいの時間しかないって。いける、ゴールや、イエーイ、イコールですよねよし、はぁ、危ないはぁ、危ない、ギリギリ、イエーイ、コースクリア。ふぅ、結構ギリギリな感じになったね。でも鍵だけやったらそこまででもないかな。ちょっとあのスターを全部取ろうと思ったけん、ちょギリギリになってしまったけど。よし、そして次がワールドキノコの3。うわー、なんかすごい毒々しい。真夜中ジャングルツアー。真夜中にそんなとこ行くなよえ、なにこれ、え、なにこれ、あ、ライト、なるほどね、テレサや。え、ちょっと待って、本当は来るよねあれ、テレサって、びっくりした。テレサってずっと雇ったらよね、お亡くなりになるよね。え、て、押しやらないでくれ、押しやった。あー、上に、すげえ見づらいんだけど。待って、何、どこ行く、こっちか。あのね、見づらいよもう真夜中やけん、そういうもんなんかもしれんけど、巨大テレサがやってる。え、これは、あ、映るんかな、無意識系。え、ちょっと早くもう一回来てくれ。とりあえず1個はスターを逃したっていうのを、もう私は把握している。すごいアトラクションみたいよね。ここから坂、なんかこういうのさ、実際ありそうじゃない、アトラクションで。これで、なんだ、一体どこに行く、このまま残ったらいいかな。何、びっくりした。え、ゴール、何が起きたんすか。ちょっと意味がよくわからないんだけど。お、ねえ、ちょっと隊長隊長、何、なんでそんなところにいるの。ジャンプして初めて気づいたんやけど、ちょっと先に隊長の方行けばよかったわ普通にあれ、多分周りのコイン取ったらいいっていうやつじゃない、知らんけど多分そういう感じじゃないですか。こっちになんかあるよ。はい。うわ、めっちゃやん。めっちゃやん。ちょっと違う時にしよう。ってことで、ワールドキノコの4。影やね。路地裏のタワークリボー。路地裏。え？結構短い感じですか。よいしょ、タヌキ。何使ってもクリアできるってことよね。え、なに、なんかてか、そこのスター、あ、こっちから登っていくのかな。ちょっと待って、硬い方が怖い。ここタワークリポーやあ、えい、そんなとこ行けくね。あ、ここ崩していけばいいってこと。崩れんやっけ。崩れないんですけど、どういうこと。てかこれさ、猫で行ったらいいんじゃない。待って、壁はどこ。
わからん。無理、いけん。うっそー。あ、これやん。待って、これや。ブーメランや。え、ちょっと待って、ちょっと待って、いけんね。助けてちょ。何でもいけるとか思ったけど、違うね。時間がない時間がないんですけど、うわー、6秒しかないんよね。頑張ろう。よいしょ。これさ、どん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 崩してったらなんかあるかな。私ゴールするわ。時間が時間が、なんか扉はいっぱいあったけども、あれで一番上からジャンプできるみたいなことかな。はあ、もうなんか時間との勝負系のところすごくすごく大変だ感想薄いけどはい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれやんね、影だけを見てプレイしていくって全然直接見るのと違うけんさ、難しいよね楽しいんやけどさ。